はい、まず100年戦争ざっとを見たいんですけれども、イギリスとフランスですけどね、フランスはバラワ朝みたいですね。このカペ朝型の移行期を狙ったというところかな。で、後半はジャンヌ・ダルクが登場するというところですね。はい。で、絶対主義に移行したという歴史的な意味があるそうです。